はいどうも、哲学とです。今回はですね、ディアブロイモータルの期間限定イベント大乱戦の方が来ているので詳しく見ていきたいなと思います。こちらね、3つある、期間、PVP イベントのね、1つなんですけども、チームが勝利にふさわしいと証明できるか期間限定の大乱戦に参加し、報酬を獲得しようということで、ゴールド、そして強化素材、レジェンダリーアイテムなんかが入手できるので、見ていきたいと思います。で、こちらのね、方のイベントなんですけども、注意しなきゃいけないのがね、大乱戦に、マッチできる時間というのは決められてて、お昼の12時から2時までと、あとね、午後6時から、12時までというような感じになってますので、必ずね、この時間に、マッチの方、試してみるようにしてほしいなと思います。でですね、こちら、PVP の、方法なんですけども、基本的にね、ソロでしか、参加できないという形になっているので、ソロというか、パーティーで4パーを組んでおいてね、やるってこともできるんですけど、4対4という形で、党のね、支配権を争うというイベントになってますので、やってみてほしいなと思います。で、こちらの方なんですけど、BP の方もね、もらえるような形になってますので、大乱戦のマッチに1回、3回、5回参加するとか、あと10回とか、あとね、1回のマッチでレベル10に到達するとかね、のを満たしていくと。で、このね、結構宝石とかもたくさんもらえたりとか、BP がとにかくね、たくさん、もらえますので、参加してみてほしいなと思います。そしてね、晴れて、1位になることができると、1回ごとにね、レジェンダリーアイテムの方ももらえるという形になってますので、ぜひ、特にね、週末 BB 使い切っちゃって、何もね、やることないよっていう方は、大乱戦の方をね、ぜひ、積極的に参加してみてほしいなと思います。これやるだけでかなりね、2、3ランク、バトルパスの、BP の方も貯めることができるかなと思いますので、やってみてほしいなと思います。今回も、動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではね、ディアブロイモータルをはじめ、ディアブロの攻略動画、上げてますので、もしよろしければこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。